テレビ朝日の村田です。よろしくお願いします。先ほどの委員会で、福島第一原発のタンクからの汚染漏れの問題についてですね、委員長は、線量の発表の仕方について非常に不適切だという言葉を使いました。少し専門的で、全部読み込めなかったので、もう一度定義をしてください。ですね、少し長くなるかな。いわゆる人体に対するいわゆる線量ですね、被爆線量の状態に用いるときには人にも教えるね。で、表面から皮膚から1センチの深さのところの吸収線量とかその線量を持って代用することになっています。ところがガンマ線の場合は1センチぐらい通ってもほぼあんまり減らないで、大体そこら辺にピークが来るんですが、ベータ線の場合は大体今使っているようなストロンチウムのベータ線が 2.3 ミリオぐらいあって、まあかなり高い、エネルギーが高いんですけれども、それがストロンチウムというかイットリウムですけどね、それを止まる長さというのは大体もう1センチも通ったらもうみんな止まっちゃうんですね、ベータ線というのは。ですからベータ線の全身被爆なんてのはありえないんです。だから皮膚の線被爆線量とかそういうことでベータ線の場合は使わなきゃいけない。だからベータ線とガンマ線と一緒にして機能あたり100ミリシーベルトパーアワーとかそういう言い方をしてたんで、それ違うでしょうっていう、そういうことです。だから測定するときもガンマ線だけ、ベータ線とガンマ線が混在しているときにはベータ線が測定器に入らないようにして測定するんです。こういう測定器があるとこういうところにアクリル板の、5ミリとか1センチぐらいのカバーをつけて、それで測ったのがガンマ線でっていうことになるんです。で、だからそういう測定がきちっとされてるのかどうかが、どうもそのベクレル単位で放射能の濃度が出てて、その評価から見るともう桁が全然違うなっていう私の印象があったんで、今確認の依頼を しています。そういう意味でそもそもがやっぱりベータプラスガンマの線量がいくらっていう言い方はそもそもが全く違ったものを一緒にしているということでまずいんではないですかっていうことをちょっと申し上げます。わかりました。もう一つだけ。今日の、この議題も報告の中で、規制庁が、試みに評価 したもので、レベル3、イネス評価のレベル3という評価自体について、福田委員から疑問の声も出ています。つまり、レベル7の事故を起こした施設で、それが終わってレベル7という話ではない。このレベル3ということ自体を目にしたり聞くと、我々それを大変なことだ、異常、重大な異常事象という形で報じてしまいますけど、これについての委員長がどういう受け止め方をするのが正しいのか教えてください。アリナスの趣旨をどういうふうに捉えるかということをかと思うんですが、そのこの INS の日っていうのが IAEA で国際的な取り決めができたのは、チルノブイリみたいに国境をまたがるような事故が起きた時に隣の国に何が起きたか、どの程度の事故が起きたか分かんないということでは困るということがあって、INS にレベル2以上は国際 IAEA を通して加盟国に周知するように、そういう仕組みが出来上がったわけですね。
でそこに一つそのレベルを決めるときの判断が一種の基準メルクもあるみたいなのがあるんですよ。だから今回3っていうのは あそこが非管理区域だとしてそこに出た猛者の農業で評価するとそのくらいになるかなっていうことで多分レベル3って決めたんですよね。ですからそういうことなんですが、武田さんが言うのにはもともとあそこ非管理区域なんてないでしょうということですよ。案に言うのは1F の敷地自体がもう全部汚染区域になってって、そういう意味で本当にそういうことが意味があるのかっていうことを含めてもう少し確認、今あったからそういうことで IA の方ともよく相談してどういう通報体制にしたら一番いいのかっていうことも含めて相談するということになっています。ですからレベル1とか2とか3とかっていうのはそういう一種の基準ですね。液体なら、モリブダム球菌のエクイバレントの量にするとか、液体なら要素131とかそういうことで決めてるっていうふうに聞いてますけれども、そういうことかと思います。次の方は、じゃあ PC のアドです。同じ汚染水漏れの件ですけども、これまでその地上タンクからの汚染水漏れっていうのは4件発生していまして、ポルトをつないだだけの簡単な作りのものが、これが他に350件あるという現状で、これ次々と破綻するっていう懸念はないでしょうか。一番心配されることですね。それで一番初めに地上タンクから水漏れがあったときに、これはつなぎ目からポタポタというレベルでしたけども、そういうときに私、この探検の場で、この地上タンクの信頼性が歪んでいるんじゃないかと質問した記憶があるんですが、そのとき委員長ご自身は、これはよくあり得るというのは、その悲観的な言い方ではなかったようでしたけども、今回これだけ3タンクと漏れたということで、タンクの信頼性、これ歪んでいると思っているんでしょうか。信頼性をどういうふうに見るかですけれども、油断はできないと思いますね。やっぱりあれも一つ起こればそういうことが起こるということを前提にして注意深く対応していく必要があると思います。信頼性が揺らいでいるかどうかっていうことを言ってみても、今現実にああいう状態になっているわけですから、これ以上のことにならないように最善を尽くすっていうこと以外はないんだと思いますけどね。だからそういうふうに事業者なりその、関係船長の方にもそういうことをきちっと伝えていきたいと思うし、我々もそういう目では注意をしておきたいと思います。解放の場ででも、タンクに頼むのは限界というのは、基準値以下であれば海洋での、放出を検討しなければならないとおっしゃっていましたけども、この海洋放出であるとすると、やはり反発が大きくて、規制庁規制委員会として、地元民へのこう理解を得るための行動といいますか、策といいますか、その辺のことは本当にあるんでしょうか。その任務は私の任務だとは思ってないんですけどね。ただ私はやっぱりある、ここでも言ったかもしれませんけど、地元のメディアの取材にやっぱりそういうものを捨てないと、結局今回みたいに高いレベルのタンクがどんどんできていくようだ、それがそれがアンコントローラブルな状態で何か頭をきたした時の方が怖いですねって言ったら、言ってる下のでも乾かないうちにこういう状況が起こってるっていうことなんですね。で今朝の先ほど新聞に出たら、どこだか忘れましたけど、福島県の漁協の理事長も地下水を放出はしょうがないんじゃないかということを
っしゃってくれたみたいなんで大変ありがたいと思いますけれども、やっぱりそういうことをやっぱりきちっと説明してご理解いただく以外ないと思いますけどね。どうでしょう。それでは次の方、そしたら後ろの方。で、会社は渡辺宮島です。本日の委員会で一部の関係の資料が出てきましたが、規制庁がまとめたですね。この資料を見ますと、規制庁が独自に調べたっていうのは正直言って別紙の5ぐらいで、あとは昨日の夕刻までの、東京電力が公表されたものとほとんど変わらないんですね。それで月曜日にすでに起こっているわけですけど、この2日間で規制庁のその現場の方はですね、何人のマンパワーでこの施設を検査してですね、例えばタンクの上に登ってその水位というのをですね、減塩したりですね、要するに現場力としてどこまでこの事件においてですね、事故が発生したといって事故を起こしたところっていうのは所詮どこまで公表するかってことについては常に僕ら疑問を持ってるんですけど、すでに月曜日現場に行った11人のうち何人行って、その人たちが一体どういう仕事をしてですね、現場を見てくださったのかって説明をちょっとしてほしいんですけどね。詳細は知りませんけども、かなり頻繁にいろいろ報告は入ってますけど、で、まあ宮島さんがいつもおっしゃるけども、それも限度があると思います。本当に事故調査をやるんだったらもっと体制を作り直してやらなきゃいけないし、今起こっている事態をどういうふうに認識して、そのリスクっていうか危険度を測ってどう対処するかっていうことを判断するための、まあ活動をぐらいしたこういう場合にはできないと思いますけどね。そこは私と全くその意見が違うところで、やはりそれであるならば、この組織のその設置法上もですね、事故が起こったらその原因を調査したり、立ち位置調査権があったり、権限に基づくところが動かずして何を守るんだという議論があるわけで、それについての組織定員が足りないということについては、私はですね、以前から問題だということは応援しているつもりなんですけど、基本的にこういう事態があったら、その11人でできるのかどうかということも含めて本当に問われているし、それならは何ですか、対策官というような偉い方もおられるわけですから現場に出してもいいし、要するに今現在も漏れ続けているわけなんですよね。で、どこから漏れているからもわからない、それをどこまでやるかという議論もあるけど、じゃあ一体規制庁は何をしているんだというと、結局東京電力任せということ以外ないんじゃないかと。でその点についてはですね、率直に今おっしゃったことは組織体制がないからできないということでよろしいんですか。いや、そうじゃなくて、宮島さんがおっしゃる東京電力の出してくる資料データについて、一応それをどういうのを取るかということについてはいろいろ意見も言っていると思いますし、それが不十分か十分かというところはあるかと思いますけれども、一応現段階で相当いろんな調査が進んでいるとか、そのどこから漏れているとか、どれくらい出たのかとかっていうことについて東京電力も出して、いや、実際は東京電力の人たちがやってるんだけど、私どもも一緒に多分現場ではそれを確認しているということですので、そこはその状況によるんだと思います。全部が全部独立してやれるかというと、そうはいかないと思います。委員長は昔からその一部は戦争だとおっしゃって、水戦争だとおっしゃってるわけですから、やはりそういうそこで戦争が勃発したときにどういう動きをするかということについてやっぱり問われるものがあると。現場の機動力において何をするかという意味であればですね、東京から派遣するなり何なりやるという姿勢は僕は今でも必要だと思っています。ちょっと話を変えますが、それともう一つ、これは事故が起こる前の段階ですけど、そもそもその要するにその一部に対する監視体制、今なんか9人か8人だったのが10人になってますけど、これが今度レベル3というようなことになるかもしれませんけど、国際的信用を含めてわずか10人ぐらいの人間でこれを見ているということがですね、その田中委員長この職責にありましてね、やはり本来 HF というのは
日本国としてどういう形で荒ましい姿で監視すべきだとお考えになっているのか、それは予算的な問題あると思うんですけど、このままだったらさっきの質問と同じように次々に同じようなことが起こってきたとき、結局そこに返ってくるんですよね。だからやっぱり国民の代表として選ばれているわけですから、今の一部の監視体制としてですね、荒ましい姿ぐらいはおっしゃっていただいてもよろしいんじゃないでしょうか。そろそろこれ次必ず私同じこと起こると思うもんですから、この問題は私半年以上前からですねしつこく申し上げてるんですけど、 1F はどうしたいと、あの規制庁のトップとしてですね、あのどう思っておられるのか伺いたいんですけどね。あの監視体制を強めたら事故が今起きないかっていうと、今そういう状況でもないんですよね。本当に予測、まあ私はあの言い方はあんまり適切じゃないかもしれないけども、お化け屋敷みたいに次から次といろんなことがここでも申し上げましたがいろいろ起こりますよと。だからそれをあの、まあ、フェイタルな重大な事故にならないようにどうやって防ぐかっていうことを、まあ、私はとにかくリスクを下げることをやっていかなきゃいけないんだということで、そういう意味ではかなり踏み込んで、規制委員会としては、あの規制庁としては踏み込んでやってるつもりなんですけれども、全ての責任をまたあの、持ってこられてもこれも限界があるんですよ、ご存知のように。だからあの おっしゃる心は分かります、よく分かりますし、あの実際に GF のことをきちっとできないようではいろんなこれから他のこともについてもあの先に進めないんだろうということは前々から私も申し上げてますし、あの最も重要な課題であることはずっとあの、まあ、私はもうここに来る前からそう思ってましたけれども、あのそういう意識は変わらない。だから今日もそういう意味であの各委員ともそういう思いは持ってますので、まあまあとにかくそういう気持ちを組んでいただいて、引き続き応援していただけないかなと思うんですが、あの今の国家制度でやっぱりその予算というのは1回しかないし、単年度予算ですけどね、やっぱりこの8月にそれなりの組織とか何かやはりはっきりした形でですね、こういう形にあれたら今より良くなるという姿をですね、規制庁として、僕は別に全部規制庁が全部責任を持ってくれとは言いませんけど、最低これぐらいなきゃできないというようなことはですね、やっぱりマスコミや国民に向けておっしゃった方が、というのはあの現場は僕ら入れないんですよ、僕ら見に行けないんですよ。皆さんは行けるわけですから、現場に立ち入り調査権もあり、実そこで見れるわけですから、それは一期結果二期結果知らないですけど、あそこにおいて起こったことについて規制庁はやっぱりやらざるを得ないわけですから、逆に言うと法令に基づくわけだから、それが最低限できるにはこれぐらいの体制が必要だということはですね、国際規格も含めてやっぱりオープンにしませんと全く議論が進まないと思うんですね、 HS の問題は。ですからそこはぜひリーダーシップを発揮していただきたいと、そういう思いでございます。まあ、分かりました。あの現場の強化も引き続き図っていきたいと思いますし、まあ、今回あのいわゆる福田さんの方の潜水のワーキンググループと、今日はあの環境のモニタリンググループと両方を結ぶさせましたし、それも全部一役のためですから、そういうことも合わせてぜひあの、まあ、あの評価していただければ幸いだと思います。あのこれがこれです全て OK だということは申し上げるつもりはありますけど、それでは次の方にお願いします。ウォールストリートジャーナルの岩田ですけれども、その一連の監視体制に関してなんですが、あの今日の午前中の委員会でですね、その一つはその水位をあのちゃんとその観測していなかったというのはタンクの中の水位ですね、でちょっと驚いたということを島崎さんがおっしゃっていたのと、あとそれからその、タンクのある区域の周りに、ある何て言うんですか、その水の弁を開放したままにしていることによって雨水が入るのを防ぐつもりだったんだけど、結果的にはそれが穴になって
漏れに気づかなかった問題についても、そのこういう管理の仕方っていうのはどうなんだって話が出てましたが、そういうふうにそのタンクの中の汚染水の水位をあんまりしっかり監視していなかったようだとか、それからその弁を解放したままだったとか、そういうようなことはこの今回の漏れが発覚する前から規制委員会としてはご存知だったんですか？どうかな、私はそこまでは知らないけど、まあ答えられます。でも島田になってきてばっかりだからよくわからないと思う。規制委員会として知ってたか知らないかというよりも、やっぱりそういったことについての注意がもう少し、そういう方法、まあ、結果論としてそういうことをいくらでも考えられるので、これからそういうことを含めてちゃんと対応していくということが大事だろうと思います。じゃあ現時点では規制委員会としてそれを把握していたかどうかっていうことは分からないということですね。だからどの程度測定水位を測ってたかどうかっていうのは、それは東電がやることを一個一個見てるってわけでもないから、そこはどういう、まあいろいろ後からいろいろ言えますけれども、そういうことではないと思います。いろいろ大変だというその状態はですね、よくわかるんですけども、ここって結構大事なことだと思うんですよね。なぜかっていうと、その高濃度汚染水が、その何かがあって漏れる可能性っていうのは、田中さんは今までその最も警告していた、いくつかのその懸念の一つなので、それを念頭においてその、まあ、リスクを減らさなきゃいけないという話をこう何回もなさっていたので、そういう中で実はその汚染水、非常に高濃度 その汚染水が入っているタイタンクの監視体制がどうだったかということを知っていたか知らなかったかというのは、メディアとしては結構重要なポイントだと思います。で、あとなので、今日じゃなくてもいいから、どういう監視体制、規制庁がどのくらいその汚染水の監視体制を分かっていたのかというのは、適当な時点で明らかにしてもらえたら嬉しいと思います。でもう一つは、最近その環境大臣がですね、確かその規制庁の人間の数をすごく増やすというようなことを言っていたと思うんですけれども、それってその現時点で規制庁にその増員みたいな話で正式に来てますか？監視体制の話なんですけれども、まず現場の、規制事務所のいわゆる保安検査官10名だというのはおっしゃる通りでございますけれども、まあ、その上に業務統括というのがおります。また常にですね、本庁の方にこのトラブル発生の対応とから実施計画の審査、それから監視ということで体制が組まれておりまして、合計しますと約50名近くの人間がですね、このいわゆる監視体制を担っているというのがございます。また現場とそしたら本庁の間にはですね、テレビ会議システムで常に情報を共有するシステム、それから現場に職員を派遣するというシステムがございます。また今回の、まあ、汚染水に関しましては、いわゆるその海への流出の関係もございますので、この特定原子力施設監視評価検討会のメンバーが今週の金曜日に視察に行くということになってもございます。まあ、全体的に言えばですね、この監視体制については本庁と現場が連携してやるということでございます。それから今おっしゃったそのいわゆるタンクの水の状態の把握という意味であればですね、このタンクの水が漏れないようにするということは非常に大事なことでございますので、そういう観点を持って、現場の保安なんか監視しているわけでございますが、おっしゃる通り、その水位の測定をしていたかということについてはですね、把握してなかったというところがございます。いわゆるその、汚染水が漏れないようにするということに関して言えば、
いろんな措置がございますので、それについてはしてましたが、それ、まあ、おっしゃった水位については、まあ、抜けていたというのは事実かと思います。ちょっと補足を近所室長の方からさせていただきます。すいません、一応の対策室長の近所でございますけど、今、まさに今、森本次長のですね、紹介になったように、今、テレビ会議で、ちょっと、東電につないだ対応を今、議論してたところなんですけど、ちょっと YouTube で、田中委員長の会見も聞きながらやってまして、状況は一応、把握した上で、そこを説明させていただきますと、ちょっと、私の方から説明しなきゃいけないのは、その、席の管理のことだと思います。で、席の管理につきましては、これ、汚染するタンクもそうですけど、屋外に屋根のないようなところで席を設けているところは、やはり生水の影響とかありますので、階を管理してあるということは、これは保安検査官事務所でも把握しましたし、我々も把握していました。で、例えばこれは、例えばこれまでも、一部の施設に関しましては、監視評価検討会で議論を行ってきましたけれども、そこでも議論したことがありまして、これはタンクではありませんでしたけれども、例えばアルプスの、処理をした後に生じるスラッジを、貯めるヒックという容器を貯蔵するところありますけれども、そちらも屋根がかかってなくて、やはり席が階の管理になります。そうしたところも、やはり、検討会の中では、もし汚染があった場合に対応どうするのかといった議論をしてまして、汚染が発見されたら、即死でいったような対応についても議論してまいりました。で、なぜそういう管理だったのかと申しますと、やはり、今回汚染も、汚染水タンクもそうですけれども、漏洩があった場合、には、やはりまずは染み出てきたりとかですね、そういう、漏洩の状態は、ある意味、時間的な水位は、まずは微小のところから始まる、という想定があったんで、席は会を管理するけれども、逆に監視を強化する。しっかりと監視をして、微小の漏洩を見逃さないようにして、それに対して、見つけた場合にしっかりと対応するといったことで、基本的にはこれを対応してまいりました。以上です。あと、それからその人員強化の話、各大臣の仕立てについては。失礼いたしました。人員強化につきましては、環境省と、規制委員会の事務局である規制庁がですね、連携して、取り組んでいきたいと考えております。先般 の、 閣僚懇談会で官房長官からもですね、規制委員会の体制の強化ということについては関係省庁に対して指示がございましたので、それを受けて来年度の要求に向けて今詰めている最中でございます。その中でいわゆるその審査検査もございますけれども、この福島第一原子力発電所に対する体制、それから防災に関する体制、この強化もしていきたいというふうに考えております。でもまだ具体的な人数とか決まってないですね。2段階ございまして、まず今年度に関しましてはですね、官房長官 の、 指示を受けまして、18人の増員というのを図ることになっております。で、来年度に関してつきましては、今まだ作業しているところということでございます。ごめんなさい、これで最後です。その18人が大体いつ頃加わっているご予定かというのを教えてください。はい、担当の課長の村説明させていただきます。人事審査官の佐藤です。現在、その18名、と、あと若干名の内部の移動もありますけれども、約20名ほどをですね、今月の8日から、中途採用の募集を始めているところでございます。採用については、10月の1日からの採用を行いたしておりますので、ぜひとも志のある方のご応募をお待ちしているところでございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは次。ロイター通信の竹中です。イネスの評価についてと、それからタンクのことなんですが、まずイネスの評価、3というのは適切ではないかということで、これ、IAEA の方にもですね、連絡しているということですが、最終的な決定は日本側にあると思うんですが、委員長としても、これは今回のレベルというのは、今のところの情報を踏まえると3が適当であるというふうにお考えということでよろしいでしょうか。
それも含めて一部についてはそういう評価が今後いろんな形でどういう形でやるのが適切なのか、単に INS の、評価値を評価をいくらいくらって決めたからっていうことがこの足のその要求側とも合ってるかどうかも分かりませんので、今も1F に関してはいろんな状況をできるだけ海外にも細かく発信しようとしています。いろんな進捗をとかいろんなことですから、そういうことを含めて少し相談する必要があるかなと。普通の状態で何か事故が起きたときにその INS っていうかそういう取り組みが普通は発動されるんですけども、今回の場合にはそれはそのことが本当に適切かなどうか、数値を決めることが適切かどうかということがちょっとある意味じゃ誤った判断を仰ぐさせることになるかもしれないということで、今相談しようということにしたところです。確認なんですが、そうしますと今回のことは、見方によっては最初の7というものに含まれている事象というふうな考え方もできるかもしれないので、今回のこの事象に限って3という、何かの数字をですね、レベルを伏すことが適切かどうかがまだ、固まってないと。そうです。ですから、今回のやつだけ3とするという話になったんだけども、これは一つは廃止措置の録取法の関係でそれを認めたからっていうところもあるんですけども、実際には事象としては医療用のまでの汚染水漏れとかなんか起こってるわけですね。0か1か2かっていう、でそれについても含めて今後だから法律がの適用になったからっていう方だけでそうその借地上に判断するものではなかろうということも含めて、今ちょっと会員側とも相談しようということをさせていただいております。一つはタンクのことなんですが、この強度というのがですね、今まで何件かものがあって、今回の一番、量的には多かったということで、ついつい破綻してしまうようなことはということで一番心配されることというようなコメントもございましたが、このタンクの強度ってそもそもどれくらいのもの、どれくらいぐらいのものを持つようにデザインされているもの でもう一つは緊急事態ですので、目の前に増えていくものを入れなきゃいけないということで、ちゃんとそのものが完璧に作られた時の強度と、それから作る過程でですね、何かこうスピードを優先するためにですね、工法とか作り方とかですね、その過程で何かがこう犠牲されたとされているというような可能性についてはいかがですか。詳細は分からないんで、近所さんの方からちょっとお答えして、近所の方から説明させていただきますが、まずこのそもそもタンクですけれども、一応鋼鉄製のタンクで、その素材自体は今まで議論中の中では10年ぐらい持つようなものなんですけど、このタンクの構造で一番懸念されているのは、これ溶接製じゃなくてパッキンでボルト締めで止めてますので。そのパッキン の寿命といったものがこれまで議論されていました。でこれは今まで議論してきた中では寿命は5年しかなくてですね、それはなぜかというとパッキン の管理をボルトを増し締めすることによって維持しているということがございますので、その増し締めの容量が5年分ぐらいしかないということですね。このボルトの補修の仕方とかタンク自体の今後 の管理についてはこれまでもずっと議論だった。そういった中で施工状況についてですけれども、これも現地の保安検査官事務所で保安検査の中でいろいろ確認してきたのがあって、やはり施工管理もですね、必ずしも十分に行われていないことが、そこは指摘、こちらから指摘しております。保安検査の結果にも出ております。例えば事例としてあったのが、これがちゃんと精密性が保たれるような形で施工されているかといったような確認をしたところ、例えばその水を満たして、漏洩の試験をしたりするんですけれども、それが例えば雨の中でやられたりとかですね、あとその漏洩の、確認を、十分な形でやってなかったといったことが保安検査の中でも指摘しております、されておりますので、ですから、この施工の管理自体もですね、
不十分な面もあった中で、のパンクだということは認識した上で、我々も対応する必要があるというふうに考えています。そうしますと、今回はこういった事象が一つの短期から出ましたけれども、施工の段階で不十分なところがあるということは、本来意図した強度を持っていない、強度とか耐久性を持っていないタンクが、他にもある可能性はあるわけです。可能性は否定しませんが、そういった面を含めてですね、そのタンクの監視といったものをしっかりとするよう指導してきて、例えば機械的には ITV カメラなどで見ている部分もありますし、そういったものが行き届かないところは、まさに1日1回じゃなくて1日2回ちゃんと巡視をして見るようにといった指導をこれまでもしてきたと思います。それでは次の方、じゃあ通信の中村です。ちょっと印象じゃないのかもしれないんですけど、先ほどの人員との関係を確認させていただきたいんですけど、10月1日からの採用っていうのは、これは再稼働の前提となる安全審査に充てられるための人員増ではないんですか？募集要項はですね、ホームページを見ていただければと思いますけれども、基本的に職種としてはですね、検査官、審査官、あるいは防災専門家、あるいは語学、国際的な人材というようなことで、幅広くですね、募集はしております。そういう意味では、ある特定の、いわゆる審査だけを行える人の採用ということに絞っているわけではございません。そうすると、1F の採用に当てられる方って出てくるんですか？10月1期間中で採用の方の中で。人事配置はですね、またこれから採用してからということになりますけれども、その可能性は全く否定するものではございません。先ほどのやり取りだと、あたかも福島第一の対応に当てられるかのように聞こえたんですけれども、じゃあ当てられるかどうかも含めてまだ分からないということですね。で、質問はですね、特にそういった石原大臣のご発言を受けてっていうところの実際ということでございましたので、そういう授与を始めるということを申し上げたということでございます。ありがとうございます。あとはちょっと別件なんですけど、単価からの応援ももちろん大事だと思うんですけれども、GF ではもう汚染された地下水が海に流れ続けている可能性が高いわけですよね。そちらの対応も変だと思うんですけれども、福島第一でその宣言というのはまだ確定していないと思うんですけれども、規制委員会としては見方としてトレンチということを言っていたと思うんですけれども、本当にトレンチという見立てでよろしいんでしょうか？なんかあんまり根拠はいまいち自分がよく分かってないんですけれども、例えば質問の件につきましては、私今日の夕刻のですね、ワーキングでも最新の調査結果も踏まえて近く議論する予定になっています。残念ながらそのワーキングで説明されたデータはまだ私も入手していませんので、ちょっとこの場では説明できませんけれども、夕刻にしっかり議論したいという感じです。すみません、委員長にご質問なんですけれども、結局この福島大臣ずっとトラブルが続いていて、でこれはもう監視体制を強化してもなかなか止められるものではないということであるのであれば、ではじゃあどうすればいいというふうにお考えなんでしょうか？規制委員会としてできる選択肢としては他に何かあるんでしょうか？それも含めて監視ももちろん否定しているわけじゃないわけですけれども、監視してれば水漏れが止まるかというわけでもないので、基本的にやっぱり今の状況を根本的に変えるような汚染水対策というのをもう一回事業者と伊根町経産大臣のもとにもういる廃止措置の委員会がありますので、そっちの方にも含めてご検討いただくようにお願いして、そこには我々として専門的な知見というのもできるだけ協力していくということをしていく
まあ、まさに総力戦でやるしかないと思ってますけど、あと最後なんですけども、すでに地下水、汚染される前の地下水を地下水バイパスで放出したとしても、今ある汚染水っていうのは結局保管し続けなければいけないわけですよね。アルプスを使ったとしてもトリチウムは除去できないわけで、そうすると濃度限度を超える汚染水っていうのは残ると思うんですけれども、その今ある汚染水っていうものはもう保管を続けざるを得ないという認識でよろしいんでしょうか。いや、それも限度があるんで、やっぱりきちっと排出濃度限度に下げられるような努力をしていく必要があると思います。排出濃度限度以下に下げる努力っていうのはどういうことですか？薄めるっていうことですか？まあ、いろいろな方法を考えなきゃいけないと思いますけどね。ありがとうございました。それでは、次に行きましょう。エネルギーと環境の真実です。2つありまして、もう潜水関係なんですが、一つは当面の話で、その、いわば現場でやってるのは、まあ、東電がやってるわけですよね。技術屋さんをはじめとして、もちろん下請け関連事業もあるでしょうけども、でこれだけいろんなその、なんか送電線がショートしたとかね、ネズミ事件とかいろいろまああって、これだけいろいろあるっていうことは、要するに東電の対応能力にもうその問題ない、いわば対応能力がないんじゃないかという、そういう見方もできると思うんですが、委員長はそれはどういう場合にもの東電のその対応能力を見ておられるのか、でその問題意識がいわば今後のどうするかという、さっきおっしゃったようなことに関係してくると思うんですよね。まずその点をちょっとお伺いしたいですが、まあ、対応能力あるかどうかっていうことよりも、もう私がおっしゃるように東京電力の、まあ、能力を超えるところがあるので、先立っての国の原子力防災対策会議でも首相自らやっぱりきちっと関係のところがされてるのその協力とか国も全面的にやりなさいという指示がありまして、私の方に対してはまあ、それを受けるのは多分茂木大臣のところですけれども、私の方はそれについて専門的な知見を持ってちょっと協力するようにという指示がありましたから、まあ、そういうことで取り組んでいく必要があるだろうと思っています。まあ、規制委員会委員長に伺ってもそれはせんことないと思うんですが、やっぱりその前も申し上げたけれども、やっぱりオーブ電力あるいはオーブ産業界にプラス感というそういう体制を作って、現場もそういう体制に近い形でね対応していく、まあ、そういうことがもう本当に必要になってきてるんじゃないかと。それを、まあ、できないというその理由がよくわからないですね。それはいろいろ規制の縦割りの規制のあれがあるのかもしれんけども、今の状態を見ても監視規制は規制委員会、対策、金のかかることはむしろ経産省主導でやらざるを得ない。なんか非常にそこはこう一体化してないという感じがするんですけども、そこをそのさっきおっしゃったような抜本的に見直してやっていく、あるいはそのオールジャパン体制というか、オール電力体制というか、現場も含めてですけども、そういうことがやっぱり改めて必要になっているんじゃないかなと思うんですけど、どうですか。まあ、十分ではないけど、だんだんそういう体制ができつつあると思ってますけれど。それからもう一つ、公共的な話で、まあ、さっきアルプスの話も出ましたけれども、やっぱりその今のままで海水への排出を規制限濃度以下のものをしろって、これはとても無理だと思うんですね。
大体その東電自体が信用されてないという状況もあるわけで、対策もまあいわば中途半端こういう問題を起こしているということからですね。そうするとやっぱりその前の話として、例えばそのアルプスはなんか止まっているような状況だと、さあの前回の先ほどの話でもありましたけども、一体その、このトリチウムも含めたその排水濃度以下にできるという技術的な見通しであり、その辺はあるんでしょうか。これが一つと、それとやっぱりそのタンクをこれ以上どんどん増やすということは、やはり今のような汚染水漏れのリスクをさらに増やすということになるわけで、そうしたらやっぱりその例えば石油タンカーを借りてくるとかね、それからなんとかフロートっていうのを前ありましたよね。そういうものをその改めてその発注して、いわばその大量の処理水が保管できるような体制をもう今から準備するとかね、なんかそういうそこ抜本的なというか、ある意味でなんかもうその恒久的なというかですね、そういうことが必要なんじゃないかという気がするんですけどね、どうですか。まあ、ご意見はご意見で伺っておけばいいと思いますけれども、基本的には今毎日のように大量の汚染水が降り続けているという状況をどうやって早く打開していくかということが一つ一番大きな課題になるんだと思っています。でそれは地下水バイパスもありますし、いわゆる今回出た漏水という余裕の芯を冷やしているような水をどういうふうにしていくかということもありますので、全体としてやっぱりそういうことを考えて、検討していかないと、まあフロートを持ってきて貯められるって言ったってもうすぐいっぱいになっちゃうようなぐらいの水が今出てるわけですから、そういうことを含めてやっぱり関係者で、こういう事態に対して知恵を絞っていくしかないと思ってますけどね。汚染水の浄化の見通し、技術的な見通し、そのアルプスも含めてですけども、それがあるんですか。補足させていただきますが、技術的な見通しという点でいきますと、まあ、アルプスの今ホット試験やっている状況もありますけれども、あちらの、まあ、運転状況およびその後のマネジメントとしては、多分海洋放出とすると希釈というところになりますけれども、まあ、これまでの、最初の施設などの、経験も踏まえますと、技術的な見通しは当然あるというふうに考えています。ただこの問題は技術だけの問題ではなくて、やはりその他のマネージメントの問題もありますので、そこら辺は当然のことならしっかりと確認していく必要がありますけど、ご質問の技術的な見通しといったことはこれまでの最終施設などの研究があるというふうに思います。すみません、マネージメントってどういうことですかね。マネージメントというのはまず、処理した水の状況ありますから、その状況に応じたその後の処分の仕方ですね。であとは当然のことながら、それに関する地元の方々の理解のものも含まれるというふうに考えています。次、次に当たった。前新聞の中西と申します。IAEA の IS の評価についてはまあ朝鮮指導機関に問い合わせているということですけれども、2年半にわたって壊れてトラブルが事故や相次ぐ福島事故について、IS の評価を当てはめるということ自体について委員長自身の考えを聞かせていただきたいんですが。いや、私の考えというか、そもそも INS の決まったいきさつとか、それをなぜそういうのを必要と国際社会はしているかということを踏まえたときに、もっと福島大臣に対しては少し違った視点で その国際的な発信はしていく必要があるんだろうと、単に INS というある種のアプリを決めたようなことで
あの2だ3だ4だって言っていくことが必ずしも適切ではないだろうという感じはあります。あとは別の質問で、2011年12月に収束宣言とレモンティー使用態というあの政府の宣言が出たわけですけれども、まああのまあ、これまで散々あの水漏れとか、海洋汚染の問題が出ておりますけれども、改めてその規制委員会としてこれらの宣言を取り消すという考えは終わりでしょうか。取り消す前にも私どもが別に収束宣言したわけじゃないから、取り消すとか何かっていうことは必要ないわけですけれども、あのこれは国会でもお答えしてるんですけれども、いわゆる収束という捉え方が、あのいわゆる普通の感じで言うと、まあ収束しましたねっていうとこで一件落着で何もないっていうのが普通なんだけども、そういう状況ではありませんと。で当時はあのどうしてそういうふうになったかっていうと、その要するに環境に出る放射能をそのコントロールできないと、それから原子炉の状態もまだ十分にコントロールできない状態だった、まだ100度以下になってないということですけど、でまあそれが一応そういうことが ある程度コントローラブルになったっていうところで、ああいうあの収束というようなことを言って、それはなぜそうであったかというと、避難している人たちの対応がをどうするかということが背景にあったわけですね。だからそういうことを合わせて政治的にそういう表現が使われているわけで、技術的にあのこれで安全にやったから収束ですよという意味での収束ではないということは、あの私も再三申し上げてきたので、 今でもそれは同じだと思います。ありがとうございました。それでは次の方は一番下の方です。次の日ですけれども、先ほどの潜水の海洋放出の話なんですが、あの出すとしてもですね、現状あの保安規定にトリチウムの年間放出上限があるわけで、これはあのもし出すとするとこれを緩めるということになるでしょうか。いつも考えをお聞かせいただければと思います。とりあえずあのその、今ある放出の、条件についてあの説明させていただきますと、まず今おっしゃったのは多分あの事故前の発電所の、ことかと思います。それはあのあくまで事故前の、放出の管理の方法であって、この前の実施計画が認可されて、今あの HF は特定施設として、まあ、実施計画に基づいてやることになっておりますが、その実施計画の中では今あの海洋放出といったものはあのやらないという前提でなっております。ですのであのこの後、やるということになりますと、またそれは、最後確認して、その値についてしっかりと、議論していくということになるかと思いますので、必ずしもその事故前の値が前提とはならないというふうに認識しております。あのということはですね、これあの委員長にお考え方としてどういうことなのであるのかと確認したいんですけれども、事故前の値であれば当然年間上限があって、今の量を出すとしてもですね、多分今ある量だけを出すのに50年ぐらいかかるわけで、これを緩めないとでは出せないわけですよ。要するに全体の量が減らないと思うんですけれども、今そのこれから再度確認というお話がありましたけれども、それでもですね、やっぱ普通の発電所に比べるとだいぶその量を緩和しないと出せないということは、出すときには規定の上限をやっぱりある程度緩めていって、例えば6箇所のぐらいに合わせるとかですね、いうようなことになるんでしょうか。今量的に、まあ、どの程度になるかということは私今あの把握してないんで何とは言えないんですけど、あのそれは そういうことを含めてトータルとしていろんなことを考えていかなきゃいけないと思います。それからですね、あの先ほど、まあ、いろいろなことが起こっているのは後からその、まあ、起こったから言えるというような発言だと思うんですが、そうは言っても一方で今年 の仮設の電源板であるとか地下貯水槽、それから今回のタンクもそうですけれども、これはあの耐久性含めて以前から危険性や問題点が指摘されていたところで、ある意味分かっていたことではないかと思うんですけれども、でそうするとですね、今回のタンクも、パッキンの部分が5年寿命
で、これは罰金の部分自体は5年寿命というよりは現場ではもう少し短いんじゃないかという意見もあるようですが、一方でリプレースの計画は全く見えてないんですね。その辺は先を先手を打ってですね、これからそのタンクの計画、リプレース含めてそういったことを示していくべきだというふうに東京電力に対して指導するようなことは考えられないんでしょうか。まあリプレースも必要になればやらなきゃいけないかもしれないけど、今はまずその高濃度汚染水をアルプスとかを動かしてできるだけリスクを下げることを優先すべきだと思います。リプレースしたからってリスクが減るわけでもないですし、今回のような漏れが唯一ではなくて他の原因で漏れるかもしれませんから、やっぱりそういう量を減らす、そういうリスクを減らすということを中心に考えていきたいと思います。もう一点、先ほど私が言ってました仮設の電源板とか地下貯水槽等を含めて、いろいろなその対策が対応が後手後手になっている部分があると思うんですけれども、この後手後手に回って、まあ、今回のこともそうですけれども出てしまってから後から、なんていうんですかね、例えば海運をしていて外に出てしまってから後に気がつくとかですね、後手後手に対応が回っている大きな要因というのはどの辺にあるというふうに考えているか、それとも後手後手ではないというお考えなのか、その辺のことを。いや、結果的には後手後手になってますよね。でも、まあ、人間の持てる地位っていうのがなかなか十分に先見的に全て前もってやられるかっていうと、そういうこともないっていうのも事実なんで、うん、とは言っても絶対にそのリスクを大きくしないようになんとかっていうことを中心に考えてるわけですから、本当は汚染水を溜めないでいくっていうことであれば、炉を冷やすための水をバンバン入れてるわけですけれども、それも入れないで済めばいいんだけども、そうもなかなかそっちの方のリスクの方が大きくなりますので、そういうことを含めて今どっちかというとそういうことでやってきてる。だから電源板について見るとネズミの問題も起きたっていうこともありますけれども、まあなかなかネズミが来るかどうかっていうところまでは、野ネズミがそんな悪さをしてくれるっていうところまでは普通なかなか知恵が回らないところがあるんです。ただもうその後徹底的に見直していただいて、恒久的な配電系統を作っていただいたから、今のところあとはその電源系統のトラブルはだいぶなくなったなというふうに私は見ています。だから本当にこの一部の問題はこれからもそのなんていうんですかね、追いかけっこみたいなところがかなりあるんだろうなと思います。だけどもそれがあまり大きな心配にならないようにするってことが大事だと思っています。石井さん、次はそろそろ最後の時間ですね。じゃあ今手を挙げている方から最初に申し上げます。新潟日報の方といいます。ちょっと今までの話と全然違うので恐縮なんですけども、1点だけ、おととい新潟県から県の質問に対する規制委員会の回答が不十分というようなことで再質問があったと思うんですけれども、そういうやり取りが続いているんですが、このことに関する長の求めと、改めてその、新潟県の方は田中委員長に直接説明したい、県というかいつに拉致しているか説明したいというふうに求められているんですけれども、改めて終わりになるお考えはありますでしょうか。神を出される方の立場で出してるんでしょうから何とも言いませんけれども、今私が知事にお会いして何かという予定は今のところありませんね。そうですね、もう一点だけ、新潟県というか泉田知事のおっしゃっていることの中で、その原子力防災面でですね、その県として住民を被爆から守る責任があるというような立場から、その緊急時 その法改正も含めた危機管理体制の整備とか、そういったあたりの話も言われていて、そういうことについて、規制委員会の方から
国がしっかりできたところ、内閣府でしょうかね、まあ、そういったところに、まあ、勧告してほしい、まあ、そういったことをすることに、まあ、重みがあるというような意味合いだと思うんですけれども、まあ、そういったことを求められていることについては、委員長、どのようにお考えになりますか。それは新潟県知事の一つのお考えであって、私は それがそういうふうには私どもは思ってなくて、そういうことではなくて、防災指針っていうのを作らせていただいてますし、それも届いて各自治体も団体をしていただいているわけですから、まあ、それはご人がどういうふうにどうすべきだっていうのは、知事が万全なのを求めるわけにもいきませんから、それはそれで結構だと思うんですけど、私の方から大変それについて何か申し上げることはないと思います。よろしいですか。じゃあ、NHK の本木と申します。汚染水のタンカーからの漏れの問題なんですけども、その漏れた量はその数千テラベクレル程度、モリブデン99で換算ということなんですけど、ちょっとそれがなかなか一般の仕事にはどれぐらいのインパクトがあるのかというのは、その中に至るぐらいので、1F の事故とか過去の事故と比較して、院長自身はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。モリブデン99テクネ99というのは医学医療の診断で、例えば私の心臓がおかしいなっていう時は診断する時は、要するにギガベクレルぐらいのそういうものを飲んで診断するんですよね。だから、まあ、そういうもの、そのテラはそれよりももっと上ですけれども、そういうレベルで、どのぐらいの事故かどうかということは、今それが 1F の事故の場合は環境に広く出てっちゃったんですけども、今はまだ ある限られたところにとどまってますよね。でそれは回収してちゃんとしますれば、そんなに大きな事故にはなるなと思っているんですけどね。もう一点、出た話は違うんですけども、安全審査の関係で、泊原発についてなんですけども、これまでは申請内容にある不備があるとか、まあ、活断層の想定で余さが指摘されたりしていますけども、改めてそういった北電の姿勢についてですね、どう考えていらっしゃるんでしょうか。北電も一生懸命今、対応してきてるんじゃないでしょうか。YouTube で私は拝見している限りでは、やっぱりかなり、相当一生懸命、とにかく規制庁というか、要求に応えようとして、こういうことしているように見受けますけど、まあ、だから、最初の指摘で、1、2号機については、とりあえず今、1個、申請を取り下げているとか。取り下げてはいないのかな。取り下げてはいないけど、それは一応そのままに三号機を優先して審査してほしいということで、その対応を一生懸命やってるんじゃないかと思いますけど。ただ1F の事故を教訓にした、まあ、その安全文化みたいなのをより高めていこうっていうような姿勢というのは、そこの中からお伺いしてますか。文化は心の問題もあるし、形の問題もあるから、一概にどうだこうだとはすぐに、しかも一応一席に何か口で言えばそうだとも言えないんで、何とも言えないんですけども、私は徐々にやっぱり変わってきつつあるんだというふうに思ってますし、私たちもそういうふうにしていただくことが私たちの大きな役割だと思って、皆さん施政庁の職員の方もご覧になってれば分かるように、かなり厳しいストレートに率直に物を言っていると思いますので、そういう中で切磋琢磨されていくんじゃないかと思います。続いては本日の会見をこれで終わりたいと思います。ご苦労様でした。
。